金流ラーメン金流ラーメンは大阪府大阪市中央区に本社を置く金流株式会社によるラーメン店の屋号。道頓森を中心とした南エリアに展開しており、派手な外装とともに大阪南を代表するラーメンチェーンとして知られる。博多金流の屋号でラーメン店を展開しているヒルトップフードシステムとは無関係である。1982年に林一が開業。 寒座とともに南を代表する老舗ラーメン店として知られる。スープは豚骨ベースの薄くシンプルな味であり、麺はストレート中細麺である。これにセルフサービスで供される白菜キムチ、ニラキムチ、刻みニンニクなどを好みでトッピングもできるほか、無料でライスも提供している店舗もある。メニューはラーメン、チャーシュー麺の2種類のみ。 本店をはじめ基本的に24時間営業。特に深夜は24時間営業で待ち時間が少ないということもあり、南で飲んだ後の締めでラーメンを食べに立ち寄る客が多い。店内は朱色に統一され、店の屋根には竜のオブジェの看板が設置されている。この看板は地元民放局の毎日放送が制作、放送していた。 漫画日本昔話のオープニングアニメーションに登場する竜をモチーフに看板業者に依頼して制作。金龍側からは怖い竜ではなく可愛い竜に仕上げてほしいという注文があったという。この看板が評判を呼び、以後同社は多くの立体看板の制作を手掛けるようになった。また、金龍ラーメンもあの竜の看板のとよく言われるようになったという。 2021年現在、以下の5店舗が存在する。ありがとうございます。